社長はレミフラと一緒にドッキリ神回避4の4解明、実況していくぜ。初たけし、楽しみだわ。それじゃ早速やってこう。まずはステージ19ワンダフル回避。たけしはビビっておりますが、なんだか普通に羨ましい状況。ワンちゃん、可愛いだけじゃないのよ。でもたけしは苦手らしいので助けてあげるつもりが。犬に捕獲される人間ってあんた、大丈夫？にしても飼い主さん、助けなさいよあんた。飼い主が何もしてくれないのでね、今度は洗濯竿をたけしに渡したら。そりゃこうなるでしょ、これでずっとキープできる身体能力あれば余裕で犬包囲網抜け出してる。てかなんだか飼い主さんも困っているように見えたけども。飼い主さんが持ってるリードは1個、もしかして片方だけの飼い主か？お次は合体アイテムを使ったら。いやこの小さい子のパワー危ない。弟よ。兄の全体重、余裕で支える弟って。そしてたけしは力が、落ちそう。お、ここでワンちゃんゲットからの。やはり、こっちがこの女の人のワンちゃんで。こっちは別。お、おやつ発見。そこに、もう一人の飼い主さん。はい、今度こそワンダフル回避、成功です。にしても、弟ちゃんすごかったな。ステージ20は2回目、小声回避です。このノック、絶対に宇宙人だろって。ん？静電気でアウトってこと？それか鉄のドアノブ、冷たすぎてアウト？ちょっとどっちかわからなかったわね。てあら、また弟ちゃん。お姉様弟ちゃん気に入ったな。うん。電池ゲット、当然これは弟の持ってるリモコン、に使うのかと思ったが。使えなかったので、たけしは次からのたけしに電池を。なんかたけし放電した？これでドア開けれたってことは静電気だったか。そして指先だけ小声回避失敗で、ゲームオーバー。どっかに手袋が？うん、おそらく隠されているはず。はい、電池はこの状態だったら使えるんだった。弟ちゃんのラジコンカーが持ってきてくれました手袋。これでもう大丈夫。てか今更だけどノック、宇宙人じゃなくて普通にお友達でしたね、よかった。そしてゲーム関係ないけど、今年は雪ほぼ降らんかったな。皆様のとこは降った？コウマカンにも降らなかったわ。なんて真冬のお話からの。真夏、プール、ウォータースライダーのつまり回避。お、たけし行った？そしてなんかおっさん出てきたんだけど、どうやらおっさんが中で詰まっていたようなので。たけしが滑る前に、おっさんを取り除かないといけなかったようです。なんだおっさん取り除くって。はい、こっちのテンション高い坊やから。こんなアイテムいただきました。おっさん発見レンズです。さあさあこれで準備万全。滑ってクリアだぜ。さあたけし号。楽しそうで何より何より。てたけし階段が投げたー。すいません準備万全じゃなかった。でも思ったんだたけし、そこの紐ぐらい自分でしっかり結んでおこ。はい、今度こそ正真正銘。よかったクリアよね。ちょっとタイムラグあって一瞬焦ったわ。それじゃあお次ステージ22は、とどめ回避。たけし、このゲームでは主人公ですがまさかの、今回は戦隊ヒーローの敵さんでございます。そしてたけし、相変わらずの弱さ、さすがに一人で勝てないか。倒れている敵仲間、復活させる？ってことでいろいろタップして調べてたらメガネ発見からの、おし、まずは一人目復活。そして変なのも見つけた。そして何気なくこの辺触れたら。レッド、強力すぎる必殺技。こりゃさすがに、戦意喪失だわね。おし、とにかくまずはもう一人も復活させてみてですな。はい、もう一個の復活アイテムキャンディー。そしてこいつは相変わらず謎のままだわ。さあさあ、全員復活でどうなる？あれ、結局同じ流れからの。普通に絶対に失敗パターンかと思いきや。なぜか呆れて、逃げ帰るヒーローたち。たけし、足が、頑張った。なんだかいろんな解釈ができる回避成功でしたが、まあいいでしょう。さあさあお次はどんな回避かな？卵の割れ回避でした。たけし、お使いかしらね、感心感心。まあこの状況、とりあえずこのまま進みます。
もはや割れ回避とかの問題じゃないんだぜ。落下回避、大事故回避だこれは。さあ今度はちゃんと本気でたけしを守る。まず、マンホールをしっかり閉じてと。で、一難去ってまた一難だわ。おい運転手、ちょっとは心配しろよお前。この状況で表情一つ変えずサイコパス。お、風船ゲッチュ？そして事前にいろんなトラップを解除せねば。このおまわりさんに、車は止めてもらうんでしょうきっと。って交番にやべえやついるんだけど。変質ケンタロス。おし、やっぱおまわりさんアイテム扱いからの。こっちで鳥のフントラップ解除に。生ゴミ臭いよトラップも解除。最後におまわりさんの設置で、多分完璧なはずだぜ。さあお行きなさいたけし。お、猫ちゃんの爪で風船割れてアウトかと思ったんだけども。これで合ってたみたいよかったー。ちなみにですね、生ゴミトラップ解除しなかった結果。普通に割れ回避は成功してたけん。でもたけしがこんななので、アウトに。それじゃあ本日ラストは、電車で挟まれ回避。で、おーおい制作者さんこれ絶対主が大好きなマツコさん意識したろ。100% そうだ。なるほど、降りるべき駅に着いたんだけど、挟まれて抜け出せないと。ってことでデラックスさんに痩せる薬を。いや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 、なんという。速攻性だレミリアにフラン、これが脱出ゲームよ。ほう。で、釣り革にドーナツ。これを痩せたデラックス様に。いやだから何十カロリードーナツじゃ両手できずとりー。恐るべしだわ、脱出ゲーム。はい、まあドーナツは絶対に使うとここっちだってわかってたんだけども。忍者さんどうぞ。電車の天井から忍者、なんでもありね。おし、お礼にもらった目覚ましで寝ているおっさんを起こしてっと。スペースがちょっと空いたところで、デラックスさんにもう一度あの薬を。お、これでたけし、やっと挟まれ回避ね。いやーまさかのグローバルギアさん、こんなのぶっこんでくるとは。それじゃあ最後に、撃沈パターンを見て終わろうと思います。たけしを何回か、ツンツンしていると。はい、降りれなかったエンドがあったわ。それじゃあドッキリ神回避4次回最終回予定なので、最後の更新、お楽しみに。いやー楽しかったわたけし。それなお姉さま。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。